長崎県第2区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は4。衆議院の選挙制度変更に伴い廃止され、小選挙区の長崎県第3区の一部と長崎県第4区に再編された。自治体の名称は、 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数45万3401人。投票率79.12%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。 当日有権者数、44万9396人。投票率 81.、81.61%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、44万6627人。投票率 80.、80.85%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。 44万5613人、投票率 76.、76.52%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、43万3587人、投票率 82.、82.28%。第35回衆議院議員総選挙10月7日。 執行当日有権者数、43万1912人。投票率 80.、80.37%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数、42万6744人。投票率 73.、73.06%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数。 413,470人、投票率 76.、76.59%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、418,448人、投票率 75.、75.04%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数40、405。 452人投票率 74.、74.92%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、414,597人、投票率 75.、75.95%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、4 3百7 3 1人、 投票率 78.、78.41%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、425,566人。投票率 78.、78.07%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、417,770人。投票率 74.、74.97%。 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、41万4779人、投票率 73.、73.35%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、43万242人、投票率 71.、71.19%第24回衆議院議員、 総選挙1月23日執行当日、有権者数、37万4984人、投票率 64.、64.92%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、37万3152人、投票率 62.、62.34%。ありがとうございます。